はい、ただいま。やっていきましょう。出撃ですね。で、外伝。37は無理かな。クロードが気になるという姿勢人。あー、これ読んだね、前。クロードのやつ。クロードでももう弓持ってるけどね。いつの間にか。とりあえず、35。とりあえず、王行くか。35か。割と、足りんくなってきたな。余裕あるように見えて、これ適正レベルぐらいなんだろうな、せいぜい。え、てか適正レベル35ってやばくない ?40 来るってことでしょ。もう盗賊、なんだそれ。兵だろ、完全に。盗賊のレベルで出していいレベルじゃねえだろ、完全に。盗賊やめろよ。もう、どっかの王国の、ね、守護兵、この兵みたいになれるだろ、そのレベルになると。はい。で、王国領の総統戦。なんで俺王国領を総統しなきゃいけないの?はい。で、ああ、38か。まだ40には達してないね。ボスが40ぐらいか。38か。まあ、フリーだからサクサクやっていきましょう。で、魔法使いがうざいんで、いつものこの、忍者コンビで。コンビか。よくわかんないけど。で、ああ、そっか、飛ぶようになったの。ちょっとなんでここ、ね、猫。猫入ってるよ。猫は紛れ込んでるよ。はい。勝手に入んないで。で、いつも、ヒルタちゃんだらけだ。ヒルタちゃんだらけ。伝授させたいんだけど、瞑想、鬼神の一撃。なるほど。俺かな?これが欲しいのは俺かな?俺に1ヒルだ。で、このヒルダであったね。あってる。で、こっち。あ、命中ね。体当たりと命中。命中はね、ヒルダちゃんに思い出したいんだよ。ヒルダちゃん、これカオスだろ、ヒルダちゃんにヒルダちゃんつけるって。どういう状況だよ、これ。どうなってんだよ、もう。マリアンヌね。瞑想とマシンの一撃か。あー、これマリアンヌだね。ちょ、カオスだっつってんだろ、はい。こういう感じね。はい。マリアンヌにマリアンヌ。ヒルダちゃんにヒルダ。俺にヒルダ。なんだこれ。なんだこれ。で、レオニーで馬は倒せるけど、倒せるけど、レオニー若干耐久不安が残るんだよな。これとか、レオニー移動しやすいしね。わー、ドラゴン、なんだっけ。名前忘れたけど、白ドラゴンになってる。関係ないけどね、クロードが。何やろうと。リステが倒すから。はい。じゃ、これでいいや。行こう。さあ、行きましょう。はい。はい。はい、さあ、急ぎましょう。消えなさい。四魂の玉、消えなさい。はい、えい、ー。あれあの人のバントパサーってなっただけだったけど、今。ちょっと待ってよ。あの人のバントパサーだけだったじゃん、今。リシティア何やってんの?ちょっと。消えなさい、四魂の玉、こっち。勝つか負けるか。どうした?それだけです。ああ、よかった。何感じ?ファサーってなるな、マントこの人。どうした?おー、マントファサーしてんな、お前。耐え抜いたな。祈りか。1残ったってことは祈りか。そういうことか。祈ったもん。じゃあ。早く指示してくれ。はい、草むらには入れさせない。で、あ、強いな。ダメか。ダメか。あ、いけたわ、はい、倒した?倒してないけど、いるけど目の前にいるよ。ちょっと、もううちの子たち。はいはい、行きますか。まあいいか、これはヒルダちゃんに締めてもらおう。はい、締めてヒルダ。60% だけど締めて。ファイヤー!ほっ!やばいな、なんか、うちの子たち、満身がある気がする。戦場を広く見ながら。主に満身してるの俺だけど。満身してる気がするな。72%。いいでしょう。導いてみせろ!お前がいいとこ見せなきゃ。ダメなんだよ。引き返すことはできない。俺がいいとこ見せなきゃ。あれ?そっち?そっち?俺こっちやったつもり。ちょっと。やべえ。進みますわよ。満身やべえ。満身やっぱ、はい。やってみます。ヒルちゃん帰ってくる。レオニーに来ない、この娘。
大丈夫か。で、グロード、グロード、みんなの尻拭いしてあげて、グロード。尻拭いしてあげて。上場の戦果だな。よかった、グロード。大丈夫か。来るな。ここも来るな。一人ぐらいやったら大丈夫か。じゃ草むらに二人来るな。クロード、クロード。ここない、ここないね。ナスに来るけど、ね。僕が行くしかあるまい。ふざけんなよ。まあ、リシティアに行く。あ、魔法か。効かないだろ。リシティアに魔法とか効かないだろ。あ、お、お、そっち？そっち？そちらでございますか。リザーブは持ったない。誰レスキューしとく？俺レスキューするといろいろめんどくさいことになるね。とりあえずナストロンかけて、ナスは逃げるトロンで、この状況であっちは大丈夫で、俺を逃がすとクロードに来る気がするんだけど、大丈夫か。いや大丈夫か。拳が来るでしょ。こっち俺逃がせば誰にも来なくね。多分ヒルダちゃんでしょ、来るって。ああ何もしてない。ああ王いたね。そうか、王いるのか、忘れたわ。王とかいたね。ああやっぱクロードに来た。油断するなよって言ってた人のことを思い出した。カトリーヌ様、カトリーヌ様、うちの子みんな外すんだもん。おー、外すんだもん。ほんと勘弁してよ。油断してたわけじゃないんだよ、外すんだよ。僕たちなんで。よし、変わったぞ。よし、にしてはアトラクトフィールドが変わったはずだ。これで急ぎましょう。あれ変わっあれ動いた後だわ。アトラクトフィールド確定した後だったわ。くそくそ、情けをかける余裕なんて。戦場に出りゃ俺も駒の一つだ。駒さん早く指示してくれ。僕が行くしかあるまい。レオニー行ける、行けたんだっけ。レオニー88だよ。頼むよレオニー、頼むぞレオニー。いや頼んだけど、ここまで当たった、走った、当たった。おこれで戦況が動くか。あ、動きました、ありがとうございます。冴えているな。冴えております。おぶしか。はいはい、行きますか。でナストロンはかけとこう。でナスは逃げる。クロードだよね、問題は。こっから撃っても来るもんね。クロードも逃げるか。別に無茶する必要ないから。これで拳が来るけど、拳はヒルダッチがパキンってやってくれるんじゃないの。はい、え、試練か。進みますわよ。あ、はいはい、誰も食らってない。ああ、あいつだって回復だからな。はいですよね。で、おお、こっち行くんだ。びっくりした。お前そこまで行くんだよ。びっくり。よかった、ナストロンが。だよね、いかないよね。ヒルダ城にダメージとか与えられないように対して。え、お前回復、え、自動回復なんかお前。あ、アイテム使ったわけじゃないのか。なるほど。はい。で、王の怒り。王に攻撃するとは、その気持ちめ。あの魔獣って得意してくれるんだっけ。誰だっけ得意してくれたの。で、なんかリシティアがすっげー集団リンチ受けてるんだけど、まあ、一気に倒すか。強いな。じゃあリシティア先生がここから目の前でダークスパイク T をゼロ距離でお願いしてやろう。ダークスパイク T。 これでよし。はい、多分剣持ってる想定の動きしてんだろうな。くるっと回ってるわ。で、ヒルダちゃんにあげよう。やっぱレベル低い子ね、56。不安が残る。76。そう。レベル低い子を上げときたいんですけど、いい加減にしてよ。これ以上は期待しないでよ。かっこいいよね、この武器。その調子だ。神聖武器ってああいう、見てプレイになる。
はい、最終の。いらない。魔除け持ってんの。本物のリザイアを見せてあげましょう、あなたに。リザイア、これが本物のリザイアよ。主よ、許して。オッケー、オッケーだねな。マリアンヌ回復するべきだったな、ヒーラちゃん。で、俺は食らってないの。レオニードラゴンも進む。進めるね、だいぶ進めるね。なんとなく上に乗ろう。切り込むぞ。でリシティアを前に動かす。リプロード、ね、ほい、ナス、ね、ほい、どう。王を倒されるのは個人的にはもったいないから嫌だ。おー割れたね。結構集団リッチ受けてるね、王が。でもそいつってエッチ、おお、こっち行くんだ。聞いてない、聞いてない、聞いてない。びっくりした。HP ゲージ破壊すると強くなる。待って、あ、まあ怖い、やめて。ちょっと待って、死んでたじゃん今。レオニーが下手すりゃ来ないよね、こっちに。もう怖い、油断すると怖い。油断しないと今度ね、ターンがかかるようになっちゃうからね、なんだかんだ。そういう弱点があるのでございますよ。こっちも必死なんだよ。あ、倒しちゃった。くっそ、ナースに経験値やろうと思ったのにな、倒しちゃうの。これはヒルダちゃんで強い HP がある方を。 91% 大丈夫ですよ。割りつくんだったら。ほんとこの子よく怒るわ。怖い怖い、怒らせちゃいけない子だわ。油断だ、命取りになるな。よい、いける。救助がいけるでしょ。こんなところで死ねるかよ。よかった、下手すると死ぬかと思った。戻ってきて、これが回復してあげる。リカバー、ゲイ。で、長くなっちゃった。で、ヒルダちゃん若干食らってる。まあいいか、ヒルダちゃん回復しよう。で、マリアンヌは誰か食らってれば回復してやればいいけど、誰だ食らってるの、お前か。で、フレンじゃない、マリアンヌ。フレンも前に出て、グレモリーって黒魔法扱いなんだ。アイコンがそうなってる。フローで動かしていくか。で、うわ、動けるな。フロード本当動けるな。不死体やっとく、不死体やっとく、関係ないけど計略やっとく。ちょっかい出す。王はなんかいいよな、2人ぐらいやったら自分でなんか倒してきそうだから、計略やって止めとくか。はい、仕方ない、遅らせな。意味もなく計略、意味のない計略。あれ、フロード動けないの、お前。フロード再移動できるんじゃないの。もうクロちゃん終わっちゃうわ。自動回復、足場的な回復か。王は大丈夫ですか。そうだよね、ちょっといっても HP ゲージまだ1もあるし大丈夫だよ。でクロード大丈夫か。おーおーおーおお、できれば倒してほしかったよ。あ、避けられた。はい、もう一回計略で止める。はい、もうええよ。策が合ってる。はい、オッケー。あ、倒せなかった。あ、そうか、下がろう。で、リシティアがこれほどレベルが高いから。はい、割合で、ヒルちゃんこの辺り、ナスでこの辺りから、ちょっとスピアを投げて、ダメか。アロー、あー命中なんでこんな低いの。本当に本気の僕に勝てるとでも。オッケー、あの人たち動けないかな。早く指示してくれ。レオニーがここ、持ってヘディクスをどうする。ファルコン
ナイトが一番動けるのかな。めっちゃ動けるね。で、アッサルで倒す。それで戦況が動くか。で、サイドの距離がなんか正しくない気がするけど、なんだろう、正しくない時がある気がする。この辺、マリアンヌもこの辺、今回の方は強いからいいですよ、ちょっといく。でお前は動けない。はいはい。で HP ゲージが最後、ちょうどいいぐらいかな。で倒してもらえれば OK。 シールド全開か。でクロードはもう計略ないから、こいつを倒してくれればそれで。ナス、ナスいける？命中不安だぞ、ナス。なんでこれレベル差か。ナス35に対して40だからか、5も差があるからか。うわー、そういうの家でできたか。多分そうだよね、レオニーですらだもんね。なるほどね。これ敵衝撃派だっけ。敵の全滅、王は入ってる。それに入ってない気がするんだけど、嫌な予感がするので割っときます。この一手だ。画面的に戦うのは本当は良くない。右のやつをどうするかな。レオニーの計略できた。ない。レオニーこっちまで来れるのすごいね。リシティア、フェリックス。リシティアここから王に攻撃してほしいもんな。あ、届かない、そんなに良くない。じゃあ、いっか。じゃあ、いっか、仕方ない。リシティア、決しておやり。邪魔だから消して。マジで。はい。黒魔法も極めた。闇魔法の達人の中。勝利に結びつけなくちゃ。はい。オッケー。で、王も入ったね、反転。で、いけます。マリアンヌは向かう。フレームも向かう。ヒルダちゃんも向かう。巻き込まれるかな、あの位置。で、戻る。でクレーンもここから1枚割る、はい、でナスも向かう、レオニーも向かう。いいでしょう、はい。さあ俺がどれくらい食らうか。そんなにじゃないと思うけど、そうだよね。でシールド回復してないね、送って。俺の計略でもう一ステップ。手伝いしますか。はい。これを使おう。相手の HP が持つか不安だけど。大丈夫そうか。ヒルダ計略できる。はい。燃やして。燃やしてあげて。すべてを。やめちゃった。はい、OK。で、ダークメタルね。いらない。さあ倒すか。レオニーダメか。聖なるやり壊れてるもんな。魔物好き勇者のやりでいいか。はい、何レベル相手38。ナスかな。ナスにあげるか。ナスちょっとレベルが足りなくなってきたから、ナスそろそろレベル上げしよっか。銀いっぱい持ってるからね。一応いっぱい持たせることによってなんかいろいろできそうに見えるけど、やっぱ器用貧乏、そこがナスの特徴です。はい、オッケー。そんな入んない、いらない。
あ、ウーツコは嬉しい。ウーツコが一番嬉しかった。はい、そうですね。お、はい、ありがとうございます。これは大きいね。鬼神の一撃は強いですね。そっか、1個しか展示されないのかな。3人つけたけど、ポンポンポンって3つやってほしかったけど、確率いかなるもんかね。さて、時間が来てるな。結構強い結構強いな。時間かかっちゃうな、あれだけで。1パート使ってんな。まあ、いっか、仕方ないか。はい、じゃあ次パートいきます。ありがとうございました。ありがとうねー。